はい、どうも、パチオです。今日はね、何をしてるかというと、こう、腹筋をしてます。以前ね、去年のボツネタで、真っ暗な部屋で、クリスマスケーキを黙々と食べるという、ボツ動画候補というのがあったんですけど、ひたすらね、喋りながらこうやって腹筋するのはどうかという、なんか謎の企画を思いついたんで、やってみます。ちなみに面白いかどうかはわかりません。でね、今さりげなくやってるけど、めちゃめちゃきついです。なんでかっていうと、ちょっと、下り坂なんだよね。頭下がりです。なんで、本来であれば、この座席がね、下まで下がりきらない。まあ、だで、その90度も曲げてない腹筋。で、しかも足を下に下げることができるということで、非常に簡単なはずなんですが、もうすでに、息も絶え絶えになってるということで、でね、なんでこんなことをし始めたかっていうと、まあもうやってるんですけどね、今年一応痩せようということになってて、自炊したり、適度な運動をしたりということをね、やっていて、それの延長線上なんだけど、腹筋というのはね、僕は、結構腹筋とか腕立て伏せとか苦手で長続きしないんですよね。ということで、今回ね、こうやって動画にしてみたらやれるんじゃねえかと思ったわけなんですけど、よいしょ。まあ、はっきり言って、きついです。もうやめようかなっていうレベルではきついです。本当はね、これもね、もっと効く腹筋の仕方があったりして、もっと短時間に終わらせれるんですけど、そうするとね、あんまり動画としての、意味がないということで、きつい。もう一回ね、これで休憩に入っちゃうわけなんですけど、まあ、こういうことをね、やって、まあ今ね、何が失敗かっていうとね、やっぱね、見えてないのに負荷が高いっていうこととね、よいしょ。見えてないのに負荷が高い。で、それでもって、ね、今ちょっと、この動画を撮る前にね、触れ動画じゃないけど、一発ね、撮ってるんですよ。てなわけで何十回かはね、もう腹筋しちゃってるっていうのと、あと、回数の目標を決めてなくて、とりあえず10分ぐらいやりゃなんとかなるだろうみたいな感じで、今、それが何分経ったのかも分かってない。なんとなくですけど、まあ、2、3分のことじゃねえかなってまだ思うんだけど、よし、やろう。よいしょ。で、一応僕がね、今ね、体重がね、92、3キロっていうとこなんですよね。去年のこのぐらいの時期かな。98キロまで上がって、で、そっから88キロまで落としたんですけど、なんやかんやで、増えたり減ったりしながら、今、92、3キロということで、まあ食事制限だけで、減らすのはね、結構限界があるということで、こうやって腹筋をしてみたりね。あと最近ね、YouTube の動画撮れてるんで、結構山歩きとかしたりしてるんですよ。ということでね、山歩きの効果は、なんか結構絶大なもんで、
歩いててね、その息が切れる率ってのが下がってきたりとか、もう如実に効果があるんだけど、今全く人もいないし、窓開けよう。あの冬なんですけど暑い。もう車の窓ももう曇っちゃってるレベルと思ったら、いきなり人来たよ。よいしょ。ということでまた元に戻す。よいしょ。ああ、冷房使いたい。結局今これね、何回やったか数えもしてないんで、分かった人ね、数えてくれてもいいかなって。いや、そんな面倒くさいことしたくないよね。よっ。昔で言うとね、僕もね、体重軽い時にね、腕立て伏せとか何百回ってできたりしてたんだけど、今腕立て伏せやろうとするとね、20回できるかできないかみたいなところがあって、まあ腹筋ならね、もうちょっとできるんだけど、もうね、反動を使わないともう体も上がらないぐらいなんだけど、基本的にね、筋トレなんてのは一切普段やらないもんだから。ただそうするとね、やっぱその脂肪と水分の増えた減っただけで、なかなかダメだということで、今後はね、腹筋をしてみたり、腕立て伏せをしてみたり、一応ね、そういうことをやっていこうかなみたいな感じで。本当はね、ラーなんとかザップ的なね、ディー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 っていう動画を先に撮っといて、後でね、アフターの方のティレティレティティティレティティレティレティティティレティってやつをね、撮ればいいんだけど、残念ながらそういややろうってやってみてからそれを思い出したんで、それにね、そのビフォーのね、デーデーの方がね、腹出すぎてるんでね、すごいんですよ。今もうこれ胸ありそうなぐらいな感じだもんね。ちょっとあれだもんね、自分の胸見て、もうなんか、こいつ男なのにおっぱいあるぞみたいな感じに今なってるからね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ、今日はね、仕事を休みにしてもらってるんで、僕の会社でね、今日日曜日なんですけど、5人の人間が出勤してます。ここ5年ぐらいかな、で、5人も人が出勤してるのに、僕が出勤してないなんてのは初めてかもしれないですね。そのぐらい日曜日出るのは当たり前になってたんだけど、一応日曜出勤のね、僕は2番手的な存在なんで、1番手はね、僕の動画にもちょいちょい紹介される、同僚の M 氏なんですけど、疲れるってか、もうすでに腹筋パンパンなんだけど、ちなみにこれは今何分ぐらい経ってんだ。一応ね、YouTuber たるもの、10分ぐらいの動画を撮らなきゃいけないということで、10分ぐらいを目標にやる予定なんだけど、よいしょ。うわぁ。おい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 。もう、こんな風にね、家で声とか出せんしね、ジムとか行く金もねえし、なんかジム行くのはね、なんかそれこそ綺麗な格好をしていかないといけないじゃないですか。やっぱそういうの気にしないでいいというのは、自分とこの使わせてもらってる車の中っていうのはいいよね。どうだろう、何回やったかわかんないんだけど、70回とか80回ぐらいはできたのかな。これ見たらね、
こんな腹筋効かねえよみたいなこと言う人いるかもしれないですけどね、もう十分すぎるほど効いてます。なんなら汗だくだしね。そんなもんいいよ。ね、ボディービルダーとかじゃないんだから、そんな効率いい腹筋とか背筋とかね、筋トレとかね、関係ないのよ。やってるっていう事実と、それをやったんだって思い込む、それが大事だからね。なんか、これ、なんか、ね、こうやっておっさんがただひたすら、フリートークをしながら腹筋をする動画になったんだけど、まあこれで終わりにしようと思いますわ。なんで腹筋でこんなに息が切れるんだろう。しかしすごいな、なんか年齢来てからね、目のクマがすごいね。昔これ全くなかったんだけど、頭のシワはね、これいつも通りというか、なんか昔からだし、ヒゲはね、まあ年々濃くなってるけど、まあこれはただ剃ってないだけだからね。まあ、月曜日、出勤前には揃うかなと思ったんだけど。やっぱね、目のクマとかはね、やっぱ、歳だなーって感じるよね、こういうの。疲れたー。まあね、こんな感じで、まあ多分ね、本当はね、走ったりしたいんだけどね、走るとね、多分、仕事に差し障りある。まあ最近ね、山歩きしてる影響で、おかげさまで、ちょっと、ね、足の方は動けるんだけど、まあ、あとは筋力ちょっとつけたいね。そんな感じで終わりにしたいと思います。以上、パチョでした。バイバイ。